戦艦神社は、宮城県岩沼市南瀬にある神社である。旧社格は孫社。デザイナーの中野博道の成果である。戦艦山の神である、大山住神を主催神に、別来神、竹中大の地、雨の中主の神、くくり姫神、いざなぎの神を祀る。宮城県南東部の岩沼市南西部の戦艦山の南陸に鎮座する。かつての東山道にあり、 道山道が、名取の里岩沼で、浜街道と交わる、駅玉前作にある。道街道沿いには、藤原サネカタ金蛇水神社、東なる大塚古墳などが存在している。千間神社は、旧名取郡仙間村の陳寺であり、かつては千間山の山中に鎮座していた。天平元年4月18日、創前絵画千間、しめぎ末に誕生し、 大山隅神を祭り漁船守護の神として、真珠院がこれを堅持して、深山大権現と称した。伊達政宗が太ちと秋差しを寄進しており、また七ヶ浜より相馬に至る七河村の漁民が、三礼の松の保存のため、金子戦艦を仙台藩に堅持ている。明治維新の神仏藩前例により、寺院が廃止されて、深山神社と改め損者に列した。 明治41年7月諏訪神社と柳神社を合祀し、翌明治42年2月には、来神社と白山神社の両社を合祀して、社号を、しめぎ松戦艦末にちなみ戦艦神社と改称する。大正3年には、新戦兵白陵とも新神社に指定された。旧戦艦村は順農村地帯であり、かつては農事に即した、様々な祭事や年中行事が見られたという。 岩沼市の西側に深山という山があり、そこには戦艦神社があった。この宮山と対岸の渡り町のカラス鳥屋山との間で、阿武熊川が大きく蛇行して流れるようになったことについて、次のような伝説がある。そのため、川の神である安福河白神社付近から阿武熊川は東に流れを変え、太平洋に向かうように流れていると伝えられている。 この山の神が仙艦神社の祭神の大山積神であり、川の神は、阿武隈川を挟んで対岸の渡り町に鎮座する、安福下白神社の祭神の即秋津姫神であると、いう。慶長16年12月2日に発生した、慶長三陸地震に伴う大津波では、発生当時船で沖に出ていた、伊達政宗の河神等が流されて仙艦神社のあった仙艦松の、川まで流されたと、 寸布政治録に記されている。ありがとうございます。